今日紹介するのはトミカナンバー122ロングトミカですね。三菱ふそうスーパーグレート H5 系新幹線はやぶさ輸送車です。じゃじゃーん、新幹線が乗ってます。日通が運んでるんですね。連結切り離し台車稼働。こちらに詳しい説明が載ってます。では読んでみます。工場で製造された車両は工場から鉄道会社の車庫へと運び込まれます。新幹線は線路の幅や車体の大きさも違うので在来線を走らせて運ぶことができません。そのため船や車輪部分の代わりにゴムのタイヤをつけた台車に乗せ、牽引車が行動を使用して運びます。走行速度が遅く交通への影響が大きいため深夜や早朝に輸送が行われます。輸送の際は経路上に歩道橋や信号機などの様々な制限があるので綿密な調査を行った上で行政機関への通行許可が必要になります。というわけなんですね。では開封してみます。パカリ、じゃんじゃんじゃんじゃーん。おっと、お、結構重いです。こちらがスーパーグレートで、こっちが H5 系新幹線になります。ではスーパーグレートから見てみます。今までのトレーラーとはちょっと違う感じですね。稼働します。ここに大きなタイヤがついてます。緑のライトもついてます。これが深夜や早朝にゆっくりとこう移動するんですね。こうとで、この緑の警告灯がピカピカ光るわけです。運転席ですが、座席はありますが、ハンドルがありません。日通の文字がいいですね。では続いて新幹線を見てみます。おお、しっかりしたはやぶさですね。素材はダイキャストじゃないです。軽い素材ですね。プラスチックな感じです。でもしっかりこう田んぼ印刷入ってますね。シールじゃないです。塗装も綺麗ですよ。シールじゃないのはいいな。ここもシールじゃないです。あ、ちゃんと中の座席もありますね。素晴らしい。中は省略してもいいと思うんですけどね。ここ省略しないのはこっちのハンドルはつけてほしいですけどね。で、台車です。あ、この下の部分はダイキャストなんですね。素晴らしい。土台がしっかりしてます。そして台車です。おお、ちゃんとトミカのタイヤですね。このタイヤは本当アイデアものですよね。これでトミカって分かりますからね。台車の稼働範囲はこんな感じです。
では実際につなげてみます。後ろ向きになる感じなんですね。こっちはつなげられません。こっちにつなげるところがあります。ガシャーン。おー、しっかりまとまってますね。簡単に外れることはないです。簡単に外れるとストレス溜まりますからね。では走らせてみます。おー、新幹線輸送してますよ。交通量の少ない深夜や早朝にこうやって運ぶわけです。ゆっくりこうで、急カーブが来たらより慎重に曲がります。こうやって感じで、いつか撮影したいと思ってるんですね、この輸送を。これはなかなか面白い商品だと思いました。というわけで今回紹介したのは三菱ふそうスーパーグレート H5 系新幹線はやぶさ輸送車の紹介でした。どうもご視聴ありがとうございました。